洋遊アゲオスアゲオスから18年は、中国全漢時代末期の文人、学者。現在の四川省にあたる食軍生徒の人、自は志雲。また、洋遊とも表記する。洋遊は、年少の頃から学問を好み、広く、章を読んで見ていない書物がないほどであった。細々としたことは気にしない、大まかな性格で、人と論争するのは得意ではなく、 黙って、思惑にふけることを好んだ。また、富屋や,や名声を求めようとしなかった。加算は重金に過ぎず、わずか一国か二国の米の蓄えもない貧しさで、あったが、安らかで落ち着いており、土量が大きかった。諸の地にいた、若い頃は、郷土の先輩、柴助行の影響から、自負作りに没頭していた。符を作るごとに、柴助行の作品を見本とした。 また、洋友は、世に悲観し、自ら香水に目を投じた、屈原の理想に深く感銘を受け、反理想を作り、その死を哀悼した。30歳を過ぎた時初めてとの敬死に昇るが、彼の文学の才能を推薦する者がおり、これが認められて、待てみことのりとなった。同年12月に、聖帝の羽根に随行し、羽根府を創上することにより、さらに老に進み、 校門に休辞することになるが、これを機に、王も、竜らと同僚になり、交流を結んだ。竜との出会いは、さらにヤゲウオスに、貴重な交友関係をもたらした。それは、藩士一門との交友であった。洋友と藩士一門との交友は、藩子曹父藩に始まる。藩は、白学にして、逸材と称され、竜教と共に昇拠する仕事に携わっていた人物であった。 さらにの後、この次ぐと交流が続いたが、彼は、当時異端とされていたどうかの思想に精通していた人物として知られていた。この時の藩士一門との交流は、洋友が在職時代から好み、かつ学んでいた道や思想への理解を一層深めていく重要な契機となった。郷里では、博覧狂気を誇った洋友も、京楽の地で、自らの野老時代ぶりを悟り、 生定の直居を得て3年間勉学のために、休職すると、その成果を踏まえ、感染婦、長揚げ符、畜貧などを、次々とものし、自負作家としての名声を欲しいままにした。分身潮流を表した針の流教によれば、洋悠の府は、彼以前の柴助行きらのそれが、軸の調達に不信しているのに比べ、軽書などを多く引用して、学術的傾向を持っており、 新境地を開いていると評価する。しかし、洋友の奮闘も、単なる言葉遊びに出していく。当時の自負の崇勢には抗えず、限界を感じた。彼は、ついに、不なる者は、同時の無視天国にして、竹をはなさざるなりとして、文芸作家としての道を断念、以後は学問研究に身を投じた。創作活動を諦めた、洋友であったが、 学級の徒としても、異数の才を発揮し、体言行、方言、方言など、今日に残る著作を世に出した。現在は一して伝わらないが、孟子にも仲介を施していたようである。10年、溶悠63歳の時のことである。菅の高祖の病から王網を天使に指名する符が出たと、称して定位についた王網は、以後はその符の神秘性、高貴さを保持するため、 新たに不命を称することを禁じた。しかし、これに違反して、竜のこの竜らが改めて不を暴に、献上してしまったことから、暴は激怒、関係者の処罰に乗り出した。竜は、楊雄の門人で、以前符の書式について、に助言したことがあるなどの経緯から、死直の手を逃れられぬと感じた楊雄は、思い余った末に、天禄角の上から、投身自殺を図る。 幼竜と顔見知りの間柄であった王門はことを荒立てるつもりはなかったが、幼竜の一人が点で大事に至った。結局おけがはしたものの、生命に別状はなく、自殺未遂に終わったことも手伝って、途中に知れ渡るところとなった。当時流行った俗用に言う、おもんみれさびおもんみれ、爆にして自ら書くより当時、ここに清しここに生にして不命を作る。この後、 洋友は8年ほど生きながらへ、18年出した。去年71。ありがとうございます。